原子力発電所はウランを使うので、核分裂した時に放射能ができるので問題があると、北海道の泊まる原子力発電所の PR の館長さんが言っておられて、核融合だったら放射能がねほとんど出ないということで、ぜひ核融合を広めて、核融合が完成したら原発を止めていいって言われたんですけれども、核融合の燃料は、重水素という、海なのに無限にあるエネルギーを使うから、エネルギーもの資源もいっぱいあるし、そして、放射能もトリチウムしか出ない、中性子線しか出ないから原発より安全だということで、核融合を進められています。では原発と核融合の危険性について話したいと思います。今、ね、原発に反対してても核融合は反対してる人はいない中で、今青森県六ヶ所村では次々に建設されています。ぜひ知っていただきたいんですが、早く原発を止めて核融合も止めたいと思っています。原発の場合は核分裂で約2000度の熱が出ます。それを冷やして500度にして、圧力容器のお水を500度にして、その蒸気を使ってタービンを回すっていうので、原子力発電所は、そういうやり方で発電しています。ではクイズです。核融合は何度の熱を出すのでしょうか。知ってる人いますか。原発は2000度とか3000度です。2000度ぐらい。では核融合はなんと、日本はギネスにのギネス記録を持ってるんです。なんと日本は実験段階で5億2000度出してるんです。想像できにくいと思いますよね。ちょっとこの5億度っていうのを僕ら手出していいのかどうかっていうことをもっと話し合った方がいいのに、話し合わずに今研究されています。その5億度っていうのを表現します。100度で10センチの温度計があると、原子力発電は2000度、2メートルの温度計が必要です。で、2000度の熱を500度に減らして、タービンを回すというので、必要なのが500度、50センチが必要なんです。核融合、100度で10センチの温度計があると、どんなぐらいの長さになるかというと、約500キロ、520キロの距離の温度計が必要になります。そんな520キロの温度計で必要なのは50センチの500度なんですよ。こんな無駄な研究のために今ものすごいお金を使っています。今回文殊、福井県の敦賀市にある文殊の国の研究機関に行って、文殊は1日実験する、そして止めているだけでも1日、5000万円のお金が使われていますが、すごい無駄遣いですねって言ったら、核融合はもっと無駄遣いしてるって言われました。そのような無駄遣いに今今日も六ヶ所で建設されていて、そこには5億2000度をコントロールするスーパーコンピューター、世界で3番目に大きいスーパーコンピューターを入れるための建物を建てているところです。ぜひこれからのエネルギーのあり方も考えていけたらなと思っています。で、そしてもう一つ、多分誰もそんなに話やめてって言う人がいないのでしゃべりますけど、やっぱり自然エネルギーについて今一度立ち止まった方がいいんじゃないかなっていうのが僕の今の立場です。今、脱原発には自然エネルギーが必要だっていう意見が多いです。僕も過去この夏まではそういう意見で自然エネルギー推進派だったんですが、今は大分疑問があります。その一つがやっぱり、経済 IT ニュースで今年発表されてた、原子力村などからの天下り36人が自然エネルギー村を作ってるという報道がなされました。そして自然エネルギーの、風力の向きに対して、風力事業に対してすでに5つの会社が 56% を独占しているっていう結果が出ています。僕たちは
根本的に社会のあり方、たくさん使ってたくさん捨てるっていう価値観が変わらないで原発をなくしても名前を変えた原子力村、エネルギー村ができるだけで、モグラたたきのような問題になっていくと思うので、僕たち根本的に社会のあり方、人々の価値観のあり方自体、物を大切にしていく社会、たくさん捨てる社会から物を大切にする社会になることによって、人を大切にする社会になっていくと思うので、ぜひ、エネルギーのあり方も今一歩、鵜呑みにして、無防備で推進するんじゃなくて、今一度立ち止まって、今の現在自然エネルギーどうなっているのかっていうのを考えていく時に来ていると思います。今日北海道の函館市で巨大風車の建設をしています。そのように今自然エネルギーなら国立公園でも建ててもいいっていう法案を、自然エネルギー村は法律として闘争としています。国立公園は自然環境を守ろう、開発から守る場所ということで、自然環境を守っていた最後の取り入れです。その国立公園内でも自然エネルギーは例外的に許可を出せというふうに言って、もう僕ら散々原発をはじめ自然を壊し続けていたのに、自然エネルギーの名の下で環境破壊、開発が行われようとしていて、現在行っていますということで、そもそもエネルギー、僕らどんだけ使っているのかということをまず知るべきだと思います。今現在貧しい国の100倍のエネルギーを使っていると言われています。僕らはエネルギー問題、自然エネルギーかどうするかっていう以前にまず減らすっていうことをもっと全力を挙げてやっていかないといけないと思うし、今現在電気が余っている、余っている時に新しい発電所を作るっていうのは二の次だと思っているので、私は自然エネルギーに対して今一歩立ち止まって、今現在自然エネルギーはどんな人たちが進めているのか、どんなお金が流れて自然エネルギーが普及しているのかっていうのをもう一度、立ち止まって、原発にも止めて、そしてエネルギーのあり方、私たちの生き方を見直す時期に来ているんじゃないと思っています。はい、お次の方まだいいですか。そして今回僕全国から歩いていて、原子力問題で暗殺されたお母さん、奥さんに会いました。ご存知かどうか分かりませんが、1995年福井県敦賀市の門司でナトリウム漏れという事件が起きました。それでビデオ隠し、自己隠しをしていた時に、自己隠しがバレてやんやんやんやなった時に、最後同年の社長が記者会見に出ました。でナトリウム漏れ事故を隠したのどないこっちゃということで、同年の社長が記者会見でこんなことを言ったんです。人は失敗すると隠すのは当然ですと言ったんです。わお、言っちゃった。事故を起こして、隠すのは当然だと言ったんです。それでマスコミは、同年しっかりせえ、そんな会社にね、安心して原子力任せられんからちゃんとしてくれということで、市民も国もメディアもみんな同年のやり方に怒りました。そうした時に同年が、じゃあもう一度申し訳ございませんでした、門司のナトリウム事故を再調査しますので勘弁してくださいということで、再調査の、団長が体調壊して、実質的な団長になったのが西村茂雄さんです。46歳の西村茂雄さんが事故の再調査をしていました。でナトリウム漏れビデオ学習をどのように行ったのかっていうのを、1月の12日、東京都内で記者会を開いた、その夜中にビルの8階から飛び降り自殺したっていうことが正式発表でした。それを聞いた奥様が福井県から東京に行って、西村茂雄さん、旦那さんが8階からビルの飛び降り自殺した、遺体安置所に行った時に骨が折れていないんです。ビルの8階ですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、この高崎駅のあの一番高いポールの上から飛び降りて骨が折れないわけがないでしょ。ということで、その西村茂雄さんの奥さんは
自分の旦那がビルの8階から飛び降り自殺したのに骨が折れてないのはおかしいということで調べていくと、どうも飛び降り自殺じゃないらしいということで裁判を起こしました。1995年から裁判を続けて、なんと今年の2月最終判決が出て、西村茂雄さんはビルの8階から飛び降り自殺したっていうのが確定されました。実はね、自己隠しのために暗殺されて、お金によって裁判が、骨が折れてないのに飛び降り自殺っていうのが確定した。この国の原子力のシステムのあり方、皆さんおかしいですよ。こういうシステムを維持して今再稼働させている大井原発や、今建設再開している大間原発、その原子力に対する、まあ、原子力だけじゃないですけど、この国が向かっている方向は根本的に疑問を持った方がいいんじゃないかなと思っています。ぜひYouTube で文殊西村裁判で映像で見れます。ぜひ見てください。はい、では山ほどありますけど、どうぞ。ありがとうございます。お次の番です。どうぞ喋りたい人、はい、喋りますよ。喋っていいですか。はい、では、大都市6年前から青森県行ってるので、青森県の話をしたいと思います。私は冬の間は山口県上関原発で座り込みの手伝いをして、で春田植えの頃には青森県に向かって自転車でゆっくりゆっくり北上して、青森県で田植えや畑の仕事を手伝っています。では青森県どういう県なのか知ってますか。行ったことある人いますか。青森県に、青森県に行ったことある人はいますでしょうか。青森県で有名なのは、まあ、ねぶた祭りをやってる青森市、この下には、ね、戦争の時に、八甲田山があって、その下にその南側には奥入瀬川があって、そして十和田湖があります。で西側には、あ、弘前の岩木山じゃなくて、大きな山があって、そして東側には津波の被害があった八戸があります。八戸には、海上自衛隊とかあって、そして八戸の北側には三沢基地があります。三沢基地は、民間の空港と、自衛隊と米軍が一緒に、合同でやっている三沢基地です。そこの住所はカリフォルニア州三沢といって、日本の法律が通用しないエリアがあります。で三沢基地の三沢の北側が六ヶ所村なんです、接しています。で三沢の、西側が野辺地町といって日本最大の自衛隊の弾薬庫があります。で三沢と六ヶ所の間に仏沼といわれる、ラムサール条約でに登録されている湿地帯があるんです。生物多様性でもう自然が豊かな湿地帯があります。多様な鳥とか魚とか生き物がいっぱい住んでいるところ、そのラムサール条約に登録された、仏沼の、道路を挟んで海側になんと雨ヶ森という広大な土地が、米軍から飛行機から爆弾を落とす砂漠場があるんです。青森と三沢と六ヶ所の間に米軍の砂漠場がある。そして、橋を渡ると六ヶ所村です。六ヶ所村っていうのは6つの集落が一つになって六ヶ所村っていうふうになっています。仏沼とかいろんな、泊まりとか、平沼とか6つの集落が一つになった集落です。で青森県に入ると空いてる土地、酪農地帯、牧草地帯が防衛省管理区域になっています。その中に6カ所、日本原燃再処理工場をはじめとする、ボックス工場を建設中で、低レベル放射能廃棄物の処分場で、高レベル放射能廃棄物の、貯蔵施設、そして濃縮ウラン工場、そして核の米の再処理工場があります。
そして北側には自衛隊の、射撃場があります。六ヶ所の最終離婚場の北側に自衛隊の射撃場があって、南側に米軍の射爆場があるというところで、軍と米軍基地と各施設が一番近いところに六ヶ所の最終離婚場がある。その隣には東通村といって、当初の計画では20基の原発を建てるという計画があり、今の計画は4つ作りたいという計画です。そのうち1基は完成して稼働していました。そして東通村原発の北側にはなんと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 地図に乗らない自衛隊の基地があるんです。わあ、知ってました？僕ら自衛隊というのは僕らの税金で給料もらって、訓練してるんですが、僕らにさえ知らされてない自衛隊の基地があります。これも声を上げていきたいなと思います、ね、あのアーミーとかね、守るっていう自衛隊を推進する雑誌のジャーナリストでさえ取材拒否されたっていうので、地元の新聞紙東日報の新聞の一面で地図に乗らない自衛隊基地っていうので報道されて、僕も初めて知りました。ぜひそういうように核と原子力すごい密接につながっているっていう 思っています。で、6カ所 の濃縮ウラン工場は 4% から 5% にウランを濃縮しますが、茨城県東海ブラン、茨城県大洗町にある常陽は燃料、モックス燃料をプルトニウムを 20% まで濃縮しています。文字も一緒です。そしてそのブランケットにはプルトニウムの元ウラン238が高純度で使われています。そういうので実は核兵器の燃料に高速増殖炉を利用されて、そしてできた核兵器をロケットで運ぶっていうので、ロケット産業、宇宙開発産業と原発は核兵器のための研究施設で、なんと今年の4月宇宙開発は平和利用に限るっていう文章を消されました。わあ、どういうことでしょう。宇宙開発は平和利用に限るっていうのが消されたっていうのは、軍事利用も OK っていう意味で、僕はその市民運動でもう一度宇宙開発は平和利用に限るっていう文章を入れろっていう署名運動がありましたが、少数派なのでまだかかあの。すいません、はい、そして東通りの村には仏があって、恐れ山の裏には中間貯蔵施設を今建設しています。そしてその下地田の一番先っぽには大間原発があります。ぜひ止めていきたいなと思っています、はい、ぜひみんなで協力して原発止めていきましょう。もう一つになって協力して早く確実に原発を未来に残さないっていうことをやっていきたいなと思っています。はい。お次の方。どうぞ。はい。お願いします。先週の日曜日の夕方に前橋の元気プラザに来ました。飯舘村の長谷川さんっていう酪農家の話を聞きに来ました。長谷川さんが、いろいろ話してくれまして、まあ息も詰まるような話の連続でした。息子さんが長男と次男さんがいらっしゃって、次男の方が酪農を継いでくれるということで、子牛の牛舎を建てたところ、建てて完成したら、福島の原子力発電所が爆発したということのようです。いろいろ話聞きましたが、最後に確か2つのお願いを、おっしゃっていました。一つは福島の子どもたちを差別しないでくれと、
他の地域で、あったとしても、それからぜひ一度見に来てほしいみたいなことを言ってたかなと思います。ちょっと一つ目だけがちょっと印象を濃く残ってたんで、二つ目ちょっと、記憶が定かじゃないんですけども、私の一つ目は決して差別をしないでほしいと、子どもたちを。そのように長谷川さんは喋っていました。そして私も 3.11 以降ずっといろいろ、まあ、いろんな情報入ってくる中で、チェルノブイリで、使っているチェルノブイリゾーンという法律に基づくゾーンの4段階の地域があるわけですけれども、長谷川さんが言うには、日本の政府は20ミリシーベルトと言ってるけども、ソ連では5ミリシーベルトだと。5ミリシーベルトで強制移住地域、移住つまり移住義務地域って訳されている、強制、まあ人は住んではいけない地域になってるんだけど、それが日本では20になってると、5倍だと。どうしてもそれがやっぱり長谷川さんも納得がいかないようなんで、私も数字が記憶力が弱いんで、記憶力じゃなくて 数字力が弱いので、大変、福島原発、福島の原子力発電所が爆発して以来、頭が数字があちこちに飛んでいるんですけども、長谷川さんもやっぱりそう思ってるってことは、私もずっとここ1年ぐらい思ってたのは、決して私の頭の数字が間違ってるんではなくて、まあ当たり前のこと、その1点だけでも元気プラザで、前橋の元気プラザで確認できてよかったなと。やっとこうなんですね、私の頭は。それでね、あとはまあ右や左の右往左往の頭をしているわけなんです。それで、今日は、飯舘村の住民の方で伊達市の仮設住宅に避難している安西徹さんのメッセージを読みます。これパソコンで上げたやつですけどね、先日原発から4キロの飯舘村の、あ、これはこの先週読んだやつだ、ごめんなさい、はい、今日は子どもたちを放射能から守る福島ネットワークの佐藤幸子さんのメッセージを読みます。伊達市に避難していましたが、今は伊達市に避難していましたが今は川俣町のマンションに住んでいます。毎日が台風が来たような生活を1年半送ってきました。放射線量も土壌も危険が解消せず、あちらこちらにホットスポットがあります。先日仮設住宅の近くで 18.8 マイクロシーベルトを観測しました。母親たちは日々ここは大丈夫かと確認している状態です。私の昨年7月から現在までの積算線量は 1.9 ミリシーベル、シーベルトでした。多くの人々が不安の中で避難できていないでいます。現地で戦ってきた人々が避難したために、現地で動ける人が減ってきています。また野菜については県外からの支援を受けております。
政府の助成金などが人に対して出せないことが問題だと思います。まあ、簡単ですけどこのようにメッセージを述べております。以上です。あと今週、来週の、11日は、国会大法院100万人集会があります。私たちも仲間と、朝10時58分の電車で、高崎駅から出発しようと今打ち合わせをしているところです。参加者いらっしゃれば一緒に行きましょう。以上です。どなたかいらっしゃいませんか。お願いします。こんばんは。原発止めよう秩父市から、今日はイスラエルのほらダニーさんから、宣伝をしてこいと命じられます。はい。原発止めよう秩父市はですね、寒波をやっていません。いつもこんなちっちゃい50円のステッカーを一生懸命売ったり、100円のバッジを一生懸命売ったりして、活動資金にしています。で今度ですね、初めて、止めよう秩父人のオリジナルカレンダーできました。みんなで一生懸命作ったんですね。1ページ1ページがですね、それぞれメンバーの、人たちの手作りで、豆知識もいっぱい書いてます。一人でも多くの方に、放射能原発の、ことを分かってもらいたくて、そういう思いがいっぱい詰まったカレンダーになってます。これが一部500円。そんなに売れると最初思わなかったんで、700部しか作らなかったんですね。それが、たった1週間足らずで、もう残りがあと150部になって、もう早いもん勝ちみたいな状態です。今日も何度か、ちょびっとしか持ってきないんだけど、一応持ってますんで、あと、また来週でも再来週でも持ってこようと思ってこれますんで、もし、欲しいという方、私とか、ありがとうございます。ありがとうございます。お土産品を。ね、私の方がダニーさんの方に、直接寄ってもいいし、メール、フェイスブックなどのメッセージで、早いもん勝ちでございますので、できれば、これをね、みんな見えるところに、こう、お店の方なんかでは貼っていただけたらなと思います。そんなことで今日は、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。今ね、ちょっと遅れてきた方々から、リクエストで、アコちゃんのお話を聞きたいというそうなので、またあと10分ぐらい、お願いできたらと思います。よろしくお願いします。終わってからですか。じゃあ、通過スピーチ、どなたかいらっしゃいませんか。お願いします。皆さんこんばんは。伊勢崎の竹本睦子と言います。福島の郡山の武藤瑠衣子さんからメールが来ました。武藤さんは福島原発の国土団の、ね、代表されてるんですけども、8月に群馬に見えて、その時に国土になってくださいってことを群馬の人たちにお願いしましたらば、全国で、読みますね、11月1日現在の国土人数は
1849人になりました。目標が1万人だったので突破することができました。群馬の皆さんにも本当にお世話になり、ご協力を本当に感謝いたします。ありがとうございました。各地で全国でまだ続々と委任状が届いている状態なので、人数はまだもっと増えると思います。11月現在で1万人突破、1849人、どうぞもっと大きく広げてください。空間線量測定器を配備させました。それから子どもたちが毎日食べている給食の丸ごと測定もできる機械を2台、1台300万円だそうですが、2台、買って配置させて毎日今測っております。そして市民が持ち込んだ食材を測る機械も、消費生活センターに置いて、測っております。まだまだ不十分ですが、皆さんと力を合わせて原発突入ゼロ頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。こんばんは。金曜日行動ずっと2回は休んだんですけど、ずっと出ています。渋谷塚に住んでいるので近いんですけれども、洗いと言います。私は福島に診療所を作ろうということが、福島の女たちの、佐藤幸子さんや椎名さんたちとちょうど1年前に話し合いまして、それで共同診療所がついに今年の23日おかげさまで皆さんからたくさん の基金を本当にいただきまして、まだまだ足らないんですけれども、とりあえず福島市 の駅の近くなんですけれども、そこのビルの1階に共同診療所という名前で会員することができました。私もそこに参加していきたいと思うんですけど、その日は、会員と、それからホテルでレセプション、そして交流会っていうふうな形で、ようやく福島に診療所を作って、福島の人たちのゆりどころになるような、本来の医療ができるようなところ、そういうところができるっていうことは素晴らしいことだと思うんです。私も本当に23日を行きまして、それでまた何回も行って、その状況を群馬とつなげていきたいっていうふうに思います。で、先日11月4日日比谷で野外音楽堂で労働運動を読み返らそうという集会があったんですね。そこにも福島のからたくさんの方が見えてました。本当に幸子さんの今の政府に対する怒りを聞くだけで胸が痛くなります。子どもたちは本当に放射線の高い中で運動したりしているということで、本当に今の洋楽所は安全だということを言い続けているということで、その中で福島ネットのお母さんたちはテント前でも全国全世界、椎名さんはカリフォルニアにアメリカにも行ってます。そういう戦いとしてやっている福島のお母さんたちと共にやっていくっていうことがすごく大事だなっていうふうに思います。それから沖縄の、これもすごく胸が痛くなりました。沖縄の人たちが来てたんです。それでその発言の中で、5歳の子供がパパ大事なことがあるんだって言うんだそうです。オスプレイって落ちるんでしょっていうふうに言ったそうです。で、次の日には今度はママ大事なことがあると、オスプレイって落ちるんでしょ、そういうふうにね、今の沖縄の人たちが置かれている状況、そして福島の人たちが置かれている状況、そして原発で働く労働者ですね、被爆を受けながらも
安全が守られないで働いている人たち、数日前にクローズアップ現代に出てましたね。もう東電、そして支社30、マコ会社とかっていうので300社、そういう中で最初はお金で人を集めてましたね。だけれども今はお金がみんなピンハネだから、25万円だったのが今度は20万円になったということで、大変ですよ。これは福島の原発を止める働く手がいなくなるっていうことですよ。原発を止めるにはやっぱり専門家でなければ止められないわけですから、そこに働く人がいなくなってしまう。この現状について日本の政府、雇用学者、何やってるんだろうっていうふうに悔しく思います。まあそういう中で若い労働者、若い学生は福島大学に雇用学者を追放する戦いとかみんなやっております。広島大学、京都大学も雇用学者がゴロゴロしてます。そういう人たちを、学生も頑張ってます。やっぱり時代を担うのは若者だっていうふうに先日亡くなられた若松監督がおっしゃってたそうですけれども、まさしく若者の力はすごいなっていうのを感じてきました。皆さんこれからも本当に敵さんは本当にもう風化させようとして、宣伝も全く現地の状況も知らせてないですね。でも私たち折れてません。本当に廃炉にするまで徹底的に戦いましょう。以上です。1分間スピーチどなたかいらっしゃいませんでしょうか。高崎の大山です。最近週刊朝日 の表紙の見出しで橋下って記事を出して、差別記事を出して問題になった佐野という人は、原発問題についても本書いてます。ずっと前に出たの、許海伝っていうのは正直松太郎のことを書いたもんですけども、 3.11 の後は津波と原発という本を出してます。でそれを読んでたら、なんと私初めて知ったんですけども、私ずっと前から長崎に住んでますけれども、もう60過ぎましたけれども、昭和30年1955年、高崎市議会が原子炉の導入を国に要請する決議を挙げたんですね。正式には原子力研究所ですけども、その原子力研究所というのは今群馬の森にあるやつとは全然違う原子力研究所で、実験炉と動力炉、つまり原子炉を作っちゃう原子力を研究持っている原子力研究所なんですね。それをぜひ高崎のどこでしょう。それは観音山なんです。観音様の裏はその当時は国有地でして、何十万坪という土地が国のものだったんです。で市議会で、それが議論された時に、当時は住谷さんという人が、高崎に長く住んでる人は懐かしい名前だと思いますけども、住谷さんという人が市長で、市議会で聞かれたんですよ。なんでそういう高崎に、その時まだ全然57年前ですから、原子力、基本法もまだできてないんですよ。できつつあった時ですけども、なんで高崎に原子炉を持ってくるのか、名誉市民から言われたからだと、そう答えてます。ちゃんと新聞に出てます。私新聞調べてみました。で佐野さんの本には、当時の高崎市民は、横断幕を掲げて、原子炉の導入大賛成って
みんな賛成してたような調子で書いてあったんで、それはどうかなと思って当時の新聞見てみたら、当時は市民運動っていうのはなくて、そういう社会運動の中心は労働組合だったんですけども、ちくわは反対してますね。それから今とは全然違って、朝日新聞はの群馬版はちゃんと市民の声を10人ぐらい集めてますけども、みんな放射能のことを心配してます。それで市議会で ある議員は権威にある学者の先生が放射能の心配はないって言ってるから大丈夫だって総合主張してますけども、まあとにかく、57年前ですね、あそこに市役所が見えますけど、市役所の向こう側に観音様が立ってますけども、その観音様の裏側に原子炉を作ろうとしたんですよ。それを国に要求した、要請したんですね。まあ、国がそういう計画があるから、ぜひ高崎に、原子炉を、高崎に、東京に原発を拠点がありましたけども、高崎に原子炉をっていうわけなんですね。それでどういう経路で、いくつか候補地だったんですけども、東海村になったのかは、まだこれからちょっと調べてみたいと思いますけれども、ちょっと想像してみてください。市役所の向こう側に観音様があって、その観音様の裏側に原子炉が立っていると。これね、危ないという点では、柏崎コレア、世界最大の 原発基地7基もある。あれがすぐそこにあるのと、まあ、記録は言えば同じようなもんなんですけどね。観音山に原子炉がある。小規模のものです、最初の。今にお伝えれば、あの山の向こう側、新潟県の柏崎コレア原発があるのと同じことです。東京電力は4月から柏崎火力を再稼働しようと狙ってますけれども、そう考えると、どうでしょうか。市役所のすぐ裏側に現象がある。僕、同じことですよ。新潟県世界最大の原発基地柏崎火力は4月から再稼働するんですけども、ところがまだいろいろ新聞とか、当時の資料を調べてますので、新しいことが分かったら、またここで、調べていきたいと思います。とにかく、今から57年前、おそらく日本で初めてじゃないかと思うんですけども、市議会が、反対は、ただ一人だったんです。ほとんど全員の賛成で、高崎に原子炉を導入してくださいっていう請願を国に行ったんですよね。市長が先頭になってね。そういう高崎であるっていうことを、知ってもらいたいと思いまして、ちょっと話しました。今日、六ヶ所村の方と福島第二原発を視察していらっしゃって、今ちょうど新幹線でお帰りになった酒井議員さんから一言よろしくお願いします。こんばんは、お世話になります。県議会議員の酒井です。たった今新幹線から降りて、駆けつけました。おとといから、福島第二原発と、今日は青森県六ヶ所村、を視察をしてきました。福島第二原発では非常に、まあ、厳重な、警備のもとで、原子炉の建物の中まで入ってきました。で、原子炉の真下にまで行ったんですけど、そこはなんと400マイクロシーベルトもありました。もうまさに真上にあって、ここがまた爆発してメルトダウンしたら、その、使用済み核燃料が降ってくるなというようなところだったんですけども、で、まあ、そこは台地の方と同様に津波が、押し寄せて、まあ、発電機が水没して、でかろうじて1系統が生きていたので、福島原発のように台地のようにはならなかったと。でそこまさに紙一重だったということです。まあ、重要免震棟も1階部分が水没をしてしまうとか、そもそも津波の想定が 5.2 メートルしかないと。で実際にはそれをはるかに超える津波が
やってきたと。だからそもそも設計ミスじゃないかというふうに思うんですけども、まあ、敷地内は、1マイクロシーベルト前後ありました。ただ誰もマスクなんかしてないんですね。普通に、仕事をしている。福島市内も 0.7 から1マイクロシーベルト、だからこっちよりももう一桁違うんですね。まあ、そういった中で、まあ、生活を余儀なくされていると、いうことです。だから青森県六ヶ所村の低レベル放射性廃棄物のセンター、今日視察してきたんですけど、非常に広大な敷地で、東京ドーム158個分という広大な敷地なんですけども、全国の原発から、まあ、集められた使用済み核燃料、が保管されると。で、低レベル放射性廃棄物といっても、その1000億ベクレルっていうんですね、全然低レベルじゃないかと思うんですけども、全然桁が違うんです。で、ドラム缶に入れて、今25万トンぐらい、達してるそうなんですけども、厚さ60センチのコンクリートの箱に入れて、でその上にさらに数メートルの土をかぶせるだけと。300年管理するというんですけども、そんなに持つ会社ってあるんですかね。そもそも国自体が300年後どうなってるかもわからない状態ですよね。で、本当に原始的だなというふうに思いました。だから臭いものに蓋というので、まさに、ただ見えなくしてるだけというような印象を強く受けました。で、高レベル放射性廃棄物も、ここは非常に管理が厳重で、まあ、携帯電話も持ち込んじゃいけないと、まあ、カメラ付きだと、まあ、テロを防ぐということなんですけども、その金属探知機とか、あとは IC カードを入れないと中に入れないとか、非常に何重にも、ね、まあ、チェックを受けたんですけども、一般車両はそのボンネットの中まで、まあ、調べるというふうに、非常にまあ厳重な、管理に置かれているんですけども、その高レベル放射性廃棄物は近づくと十数秒で致死量に達するという非常に危険なものなんですね。で、これ最終処分場がまだ決まってなくて、で今それをどうするかというのが議論になっているところなんですけども、今ガラス固化体と、まあ、それただ保管しているというだけなんです。まあ、その最終処分場どうするかという問題もありますし、まあ、そこで、まあ、3000人が働いているということなんですけど、建設に2兆円以上かけている。で、さらにどのくらいかかるか、これは分からないわけです。MOX やそのいろいろ再処理にかかる費用、莫大な費用がかかると。またウランの濃縮工場は非常に、まあ、機密のベールに包まれていて、まあ、核兵器の転用ができるということで、 IAEA の査察も頻繁にあるということなんですけども、こういうその核の技術、原子力技術というのがまだ本当に確立されていないというのがよく分かりました。で、まあ、廃炉にするにも30年から40年かかるということで、まあ、この先ね、本当にこう、まあ、何百年何千年、まあ、半減期はその何万年という放射性物質がありますから、それをどう管理するのかが、まあ、問われています。で、こんな危険な原発やっぱりいらないんじゃないかというのが視察した私の、まあ、結論というか思いです。で、やっぱり廃炉にするにもいろいろ安全対策もしていかなくちゃいけないわけです。やっぱり今こそ原発ゼロという政治決断、これは早ければ早いほどいいわけです。で、その政治決断を民主党政権ね、早くするように、やっぱりこういう運動大事だなということで駆けつけました。まあ、この2つの原発とこの施設訪問して、ますますこの、ね、皆さんと頑張っていきたいなという思いを強くしました。以上です。ありがとうございました。続いて、深澤さんの方から反 TPP デモのご案内をお願いします。こんばんは、深澤です。今日はTPP の、話をさせてください。ちょっと関係ないかなって思われてしまうんですけども、まずこの TPP というのは
関西利用、連携協定という、条約です。これは、9カ国で、貿易、自由貿易をやりましょうというものなんですけども、これというのが、実は、ただ、関税をなくして、自由貿易をやろうというのは、そういう単純なものじゃないんですね。というのは、これは、国家間の協定で、実は、なんていうんですかね、国の、法律ですね、法律より、条約、この条約が上回ってしまうという、ものなんです、ね。というのは、国会で決められたものが、覆されてしまうという可能性がある、そういう、条約なんですね。もし決まってしまったら、この条約というのは、二度と覆すことはできないというものです。それでなんで原発と、関わりがあるのかというと、この、法律、国が決めた法律よりこの条約が覆されてしまうというものは、もし、もしというか、私たちが、反原発、これの政策が決まったとしても、もしアメリカの、原子力産業が、これは私たちの、なんていうかな、被害を被る、損をしてしまう、そういうことで、これは許すことができない、そういうことを言って、これを決めたものを覆してしまうという、そういう危険性があるんですよ。というこの TPP というのは、今朝ですね、かなりニュースの方で、解散ということを今だいぶ、騒いできました。前原誠司も、TPP のことを、こんなこと、やらなきゃいけないというような、また、そんなことを言ってますんで、もう時間がありません。とにかく皆さん知ってもらって、それで今度の11月の25日の、1時から TPP の、啓発とあと反対の、パレードをやろうと思っています。ぜひ、ご賛同ください。よろしくお願いします。これからの、このパンフレットと、記録を、配っていきたいのでぜひお問い合わせください。よろしくお願いします。スピーチされる方いらっしゃいますでしょうか。すいません、群馬県の皆さんどうもこんばんは。というのは私千葉県からやってまいりました。今日はたまたま群馬県の高崎市に来てまして、この集会をぜひね聞いてみたいということでさっきからお邪魔してます。私千葉県で下水道の管理をしている会社に勤めております。千葉県で何回でも管理しているある一つのところにいるんですけれども、皆さんもご存知だと思いますけども、下水道の汚泥ね、あれ今どん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 処理場の外から見えないところにどん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 積み上がっております。我々そこを通るときはこれ大丈夫なのかなと袋の中に入れてありますけど、本当に不安な気持ちでそこを通っています。で、その袋に詰めている業者がいます。これはあるメーカーの下請けの業者ですけれども、この業者の人たちは実は線量計というものをつけてますけれども、この線量計が0から1ミリシーベルトではない、1ミリシーベルト出しないと出ないという線量計で、ほとんど作業してても1ミリシーベルトと超えませんから、なかなか出ない。俺大丈夫なのかなと、全然出ないんだけど、本当にそういうことを大企業が平気でやらしている、そういう職場にいる労働者っていうのは不安で不安でたまらない毎日もある、我々も含めて。でもね、原発の事故が起こるまでは実は私は原発が危険だとは実は思ってなかった。原子力が危険だってことは知ってましたけれども、原発が危険だとは思ってなかった。でまして原発に事故があっても30キロ圏内避難だというから、まあ大丈夫だと、千葉県ですから。
それでアメリカが80キロ圏内圏外にいらっしゃいって言ったけど、まあ千葉県だから大丈夫だろうと思ってさ。ところが私が実は住んでるのは皆さんご存知でしょうかね、我孫子市っていうところで、あのホットスポットって言われてるところなんですね。本当に今私がマンションに住んでるんですけど、マンションの子供の遊び場とかね、全て放射能のために封鎖になりました。それで職場では各地から集まってくる放射能の汚染で、我々が危険な目に遭う。我々の仲間実は群馬県の働いている人がいます。群馬の職場の人は危険だってことを知らなかったから、放射能の灰をですねスコップで袋に詰めてました。素手でマスクもせずに、あとで2万何何何とかっていうね、もう数値を聞いて、なんだ俺これ大丈夫なのかと、もう散々やっちゃったよと。本当にそれに対しても国も東電も知ってるべき博士たちも何も注意しなかったんですね。だから我々現場では本当にひどい目に遭っています。いまだに実は国も東電も何一つ我々に対して補償もしていませんし、責任取ろうともしていません。本当に原発はなくさなきゃいけない、私はそう思っています。群馬の皆さん、千葉からも熱いメッセージです。本当にね、一緒に戦いましょう。今日はありがとうございました。皆さんこんばんは、ご苦労様です。前橋から来ました。先ほどの方の素晴らしいスピーチの後で非常に喋りづらいんですが、私は難しいことは言えません。簡単に話をしたいと思います。事故当初、東電政府、周辺の汚染は全然大丈夫だと言ってました。プルトニウムは重いから飛ばないと言ってました。しかしどうでしょう、実際は飛んでました。この群馬も汚染されてました。今は、低線量被爆は大丈夫だ、問題ないと言ってます。さあ今後どうなっていくでしょう。それぞれ、判断するしかないと思うんですが、私は怖くて仕方ありません。小さい子供もいます。子供に給食を安心して食べさせられるものかどうかいろいろ悩んでます。給食について調べてみると、未だに、汚染された食品を使い、汚染がひどいと言われているキノコを使っています。なんとかそのキノコだけでも使わないで、給食を作ることができないかどうか相談した人もいましたが、もともと野菜は何割、芋は何割、キノコは何割使う割合が決まっているから、それを変えることはできないという、こういった危機的な状況にありながらも、そんな柔軟な対応ができない、そんな世の中は非常に辛いと思います。いろいろ喋りたいことがあったんですが、頭から飛んでしまいました。私この高崎駅前でも3回目の参加ですが、今後できる限り参加していきたいと思います。皆さんも寒いと思いますが体調に気をつけて頑張っていきましょう。ありがとうございました。どうも、滋賀県から来ました。今回生まれて初めて足尾銅山に行ってきました。田中正造さん、群馬県の人はみんな詳しいかもしれないんですけど、僕は全然知らなかったんです。僕は足尾銅山は田中正造さんが頑張ったから止まったんだと思ったんです。明治18年に洪水になって皇族問題が明らかになって、正造さんが国会でやめてくれって叫んで、それでも止まらないから天皇陛下に、ね、手紙を渡したりして、でいろんな活動を通じて足尾銅山が解決したと思ってたら、なんと昭和48年まで足尾銅山を掘り続けて、昭和48年に止まったんじゃなくて銅がなくなったから閉山になったっていうのを聞いて、今の原子力問題繰り返さないように、本当に原発事故を起こしてウラン燃料がなくなって原発が止まるんじゃなくて、
もう本当に未来に僕を流さないように、あの過去の歴史から学んでいきたいなと思います。で、田中翔平さんの言葉でいくつか本当に興味深いことを言っておられました。一つが電気がついて世の中暗くなったっていう詩を残されてるんです。まさに原発の電気、50電気作って社会が混沌としたんじゃないかなと思った文章。あとはあのちょっとぐらい大丈夫っていうのはないっていう詩を残されています。まさにね、電気のために原発1基や2基ぐらい動かしてもいいの、大井原発動かしていいのっていうのがもう後で取り返しのつながないことになるので、ぜひあの正蔵さんの声に、もう一回学んで、足尾銅山の二の舞を含まないようにやっていけたらなと思います。で、今本当に、原発問題行き詰まってるっていうか硬直状態だって言われていますが、本当にそう思ってます。インドのガンジーさんが良いことはカタツムリのようにゆっくり歩むって言われています。今まさに脱原発運動は良いことなので、ゆっくりゆっくりゆっくり市民の人たちの心に届いていっていると思います。今あの大きな動きはありませんが、今が辛抱の時だと思います。今しっかりと確実に原発なくそうと声を上げていくこと、そして一人でも周りの人にこのことを伝えていくことがすごく大切になってきていると思います。このように群馬に来てこんだけたくさんの人が、表に出て声を上げるようになったことは本当に素晴らしいと思っています。今後ともよろしくお願いします。そして、個人的な宣伝なんですけど、私は原発依存をやめるっていうのは大地に依存するっていうことだと思います。私たちは本当に大地からかけ離れた、電気スイッチ一つで何でもできる社会になったことが原子力依存に、電気依存になってしまったということで、なんと、10年前に亡くなられたんですが、加藤時子さんの旦那さん藤本敏夫さんが能的幸福論っていうのを残されました。それを、毎年秋に土と平和の祭典という大きなイベントをされています。そこで加藤時子さんと原発のこととかトークの、司会をしますので、ぜひ11月18日日比谷公園で竹テントで、エネルギーのこととかトークしますので、ぜひ参加自由、無料で参加できます。もう僕の念願だったあの土と平和の祭典に出れて、しかも第二ステージの司会まで頼まれちゃいました。これから本当にエネルギー使う、原発を止めていくっていうのはどういう方向に向かうかっていうと、地球とともに大地とともに脳的に反応反 X とか言われてますが、農業をもう一度見直して TPP を追い出して、そして人と土をと共に生きていくことが原発をなくす本当の活動だと思うので、ぜひ11月18日日比谷公園でやりますので、よろしくお願いいたします。5分ぐらい喋っていいって言われたんで、なんか喋れる人一緒に対談でもしていいし、なんかお話しましょう。やっぱりこの社会はね、やっぱり社会、政治離れが問題だと思います。僕らは、政治のルールによってこの社会が成り立ってるっていうことで、もっと政治に関心を持っていかないといけないなと思っています。ぜひ、これから
いろんな、ね、政治の中でルールが決められているので、国民投票法の運動とか、いろんな運動があります。あと、第三の政党っていう緑の党が立ち上げ式とかもあったし、ね、いろんな政党、脱原発、党派を超えて、原発をなくしていくっていうことをやっていけたらいいなと思っています。で、これから本当に若い人、無関心な人たちにどのようにして関心を持っていくかということが大切なキーポイントになってくると思いますので、ぜひ若い人、無関心な人たちにぜひ向き合っていく、エネルギーのことはじめいろんな問題、ワクチンの問題、フッ素の問題、子宮頸がんワクチンの危険性とかいろんな問題に対して声を上げて、あと尖閣諸島とかアジアの問題、いろんな問題、向き合っていかないといけないなと思っています。あとフルートで演奏していただきますので、あとぜひフルートさんお願いします。すいません、先ほど話したものにちょっとだけ時間をお願いします。昨日、東京都知事に、宇都宮健二さんという方が立候補しました。反原発を訴えて、立候補した、知事、になり得る方だということです。数々の多くの、事件を、弁護士として解決してきた方です。インターネットで宇都宮健二さんの名前を調べていただくと、過去の功績がいろいろ出てくると思います。ぜひ調べてみてください。それと、都知事選なので我々にできることっていうのは本当に少ないと思うんですが、友人知人、昔の知り合いにでも、少し話をして、ぜひ、反原発を、東京都知事から発信してもらえるような、形を作っていければなと思います。皆さんで頑張っていきましょう。ありがとうございました。初めて前橋から来て参加をしました。前橋でもですね、来週16日の土曜日、6時半から駅前の駅板というところでやりますので、前橋近くから今日ここに来られた方、皆さんぜひ参加をしてください。よろしくお願いします。あ、すいません、深澤です。ちょっと言い忘れたんですけども、今度の11月25日の TPP の反対の、パレードなんですけども、1時集合の、1時半出発なんですけども、その1時間前の、12時に、この、パンフレットを、街行く人たちに、知ってもらおうと思って配ろうと思ってます。12時に、上司公園に、集まっていただいて、ここの、駅の前と、あと、もてなし広場、この2箇所を伺って、それで配っていきたいなと思いますので、心ある方は、ぜひ、12時に集まって、一緒に、配りましょう。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。マップリオイさんと申します。はじめまして。早川先生の信者をずっと1年近くやって、今早川マップを、売り歩いております。今日はマップリオイさんじゃなくてですね、実はオチさんという方、福島の皆さんという、インタビュードキュメントを撮ってる方がいるんですけど、ちょっと知り合いになりまして、でその方がですね、この群馬に来てくださることになりまして、ぜひその福島 の、その今の現実をですね、見ていただきたい、見てきたことを話していただきたいということで、講演会を予定しております。
12月の7日です。12月の7日の午後1時半から。それで場所がですね、決まってないんです。それで、場所をですね、ちょっと皆さんの力でどっかいいところをご紹介していただきたいと思います。まあ、ここにいらっしゃる方全員来られるともう100人ぐらいの場所を取らなきゃいけないんですけど、まあ、平日なんで、2、30人の方に来ていただければありがたいなと思います。おじさんという方は私 の, ネットウォッチというサイトにも全部貼り付けてるんですけども、去年の事故以降ですね、福島 の, 各地をインタビューして生の声を取ってこられてるんですね。もう100本近くあるんじゃないかなと思います。あと経産省前の中継を毎回やってらっしゃいます。ぜひお会いしてですね、福島の生のお話を聞きたいと思いますので、ご協力の方よろしくお願いします。どうもありがとうございました。すいません、先々週ですね、突然大間に行きますって言って実習を回させていただいた原田です。その後ですね、報告ができなかったんですが、その日のうちにですね、出発して、大間に行ってですね、アサコハウスに、実習を皆さんも書いていただいて届いてきてしまいました。小笠原敦子さんにも直接お会いをして、群馬でもこういう活動をやってますということを報告をしてですね、ぜひ、群馬に呼んでくださいと言われていますので、ぜひ皆さんもですね、そういうことを機会があったら報告しますので参加していただきたいと思います。大間の原発というのは、例えばですね、高崎、ここが大間の町の中心だとしたら、例えば観音山に行くの間に原発がある、そういうような感じの距離に原発があります。本当にですね、20キロ、30キロが避難区域になるんだよなんていうのも報道されてますけれども、大間の町、もし何かがあったらもう逃げる気もないぐらいの距離に、原発が今着々と作られています。そういう現状もですね、ぜひ皆さんに知っていただきたいと思いますし、原発の敷地の中でアサコハウスは電気を自分でですね、太陽光だとか、そういう形で発電をして自給自足をしています。電気は別に買わなくてもいいんだよっていうことが、そういう実例としてね、あるそういう場所ですので、機会があればですね、ぜひ皆さんも、ちょっと遠いことは遠いんですが、行けない距離ではないですので、ぜひ機会があったら足を運んでいただきたいなと思っています。Facebook とかですね、私の Twitter などではその様子は一応流していますので、もしよろしければ見ていただきたいと思います。本当に皆さんのご協力ありがとうございました。Bye.
旅行